あなたは今幸せですか？歴史的に考えたら、その質問にはいと答える人が少ないはずです。特に戦後から精神科医に行く人が急激に増えました。どうしてもあなたは幸せですかという質問に答えようとしたら、最初に幸せを定義しなければならないのではないでしょうか。要するに幸せというのは、期待したものを実現してそれから得られる満足のことじゃないですか。そうだとすれば、この選択肢が非常に多い世界で幸せの敵は何でしょうか。それは後悔じゃないですか。例えば新しい携帯を買うときに、いろいろなモデルが普通に置いておりますよね。このたくさんのモデルから自分に一番合ってるモデルがあるはずだと思うでしょう。でもどれを選んでも1週間が経ったら新しいモデルが出てきます。ちょっと待ってばよかったんじゃないかなんて思わないでしょうか。今持ってる携帯は十分だとしても後悔してしまう。選択肢が多すぎてあなたの期待が高くなったからでしょう。それを聞いたら、たかが携帯だろうと思うかもしれませんが、残念ながらこういう問題は携帯を買うときに限らないんです。現代は若者が社会に仕事か将来何がしたいかを選ぶべきだと期待されています。今の時代は仕事といえば制限がない。何にでもなります。それにおじさんが、いいな、俺は若い時に選択しなかったぞというかもしれませんが、本当にいいことですか。じゃあ一社農民、大工、弁護士、大統領、どれ、何に悩ますか。昔の人にはこういう問題は、こういう悩みはなかったんじゃないですか。仕事といえばお父さんの仕事を受け継ぐでしょう。恋愛では両親が相手を選んでくれました。恋愛より大切なのは畑で働ける子供を産むことが先決だったでしょう。でも今の時代は恋愛を大事にされている時代じゃないですか。見た目、性格、セックスライフ、年齢なのに対する期待を満足させないとダメです。もっと完璧な人がいるはずだと思わないでしょうか。携帯を買った時みたいに。後悔には2つの面があります。
一つは、例えばスーパーで20種類のカレーから1個選んで、リーでそのカレーを作って、作った時の、あ、やっぱあのリンゴが入ったカレーを取ればよかったな、というような後悔。二つ目はもっと複雑な後悔だと思います。それは予想をしてしまう後悔です。例えば、将来何にでもなれます。制限がない。だから、選択肢が多いからこそ、期待値が高くなって、後悔する恐れがあるから、選ぶことができなくなる。そして、無力感が起きます。この間、私がラーメンをすごく食べたくて、あるラーメン屋に行って、味噌入ったらびっくりしました。なんか古い感じ。これ、昭和のスタイルかなと思いました。メニューは、ラーメンとつけ麺でした。スープは一つしかなかったんですよ。食べたら、うまいなと思って、その店出たら満足して幸せのような気分でした。でももし隣の人が違う美味しそうなラーメンを食べたら、その店出たらおそらく私の気分も違ったかもしれません。つまり、選択肢が多いのはあまりいいことではないと言いたいのです。選択肢が多ければ多いほど期待値が高くなって、後悔するリスクが増大します。幸せを得る秘訣とは、期待値を低く持つということです。だから、足りることを知る、期待しすぎない、後悔しない。そこに幸せを得る可能性があります。本日はご清聴ありがとうございました。